はい、どうも、ロキョです。ロキョと潜入、テンパルギアソリッド、メタルギアソリッド実況プレイ、パート、メタル実況、メタルギアソリッド3実況プレイ、パート、7ですね。はい、冒頭からカミカミですけれども、はい、前回はですね、スネークイーター作戦がいよいよ開始ということで、いろいろ、ワニさんとかですね、襲われたりとか、兵士たちにもですね襲われたりとかしていろいろグダグダしてたんですけれども、その続きです。さて、どうしようかな。これ大丈夫かな、このまま進んで。なんかもうまたお腹空いてますけどね。これなんか生き物手に入れなきゃいけないんでしょうね、きっと。さて、ちょっと待ってくださいね。また進んでいかなきゃいけないですけど、やばい、兵士がいる、兵士がいる、探してる探してる、めっちゃ探してる。やばいやばいやばい。皆さん見えますかね、左上に、左上に兵士がいますが、大丈夫かな。そろそろもう多分大丈夫。 OK OK だけど、ちょっと待って、なんかいろいろ来てる。やばい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 、また見つかった。また見つかっちゃいましたよ。だってか、なんでこっち来るの、本当に。やばいやばいやばい、めっちゃなんか来てない？え？めっちゃ撃ってる。めっちゃ撃ってる、めっちゃ撃ってる。ちょっともう、わかりました。もう、ちょっとこうなったらもう、安定のゴリ押しでいきましょう。ゴリ押しで向こうの方に移動していって、で、で、どっかに隠れたら大丈夫なんじゃないですか？これで、どっかに隠れる。どこに隠れよう。ここにしよう、ここ。はい、ここ。ここに隠れる。はい。OK。OK かな？ OK。はい。これでこう、はい、地べたに、はい、こうしておけばなんとか なりません？さっきの人たちちょっと来すぎですよ、本当に。どんだけですか？あ、なんかあそこ揺れてる。ちょっとあそこに行きたいな。あそこで食料調達をしたいけどちょっととりあえずこの草むらで、はいはい、ここでちょっと、はいはいはい、どこにいるのかね、兵士は。場所的にはこっちで合ってるんですよね、来る方向は。多分間違ってたら元も子もないですけど、あ、お腹が空いてるの分かってますよ。大丈夫かな。めっちゃ足音する。どこにいるの、兵士。めっちゃ足音する。どこ、あー、いたいた、やばいやばいやばい。はい、来んな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 。誰かいるのか。うわ、見つかった。ちょっと待って、やばい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 。逃げろ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 。いや、痛い、逃げろ。やばい、どこ、これどこ。ちょっと待って、逃げろ。ちょっと待って、どこ、これどこ。ちょっと待って、めっちゃ攻撃されてる。ちょっと待って、もうこっち銃持ってないですからね。やばい、真っ暗で見えない。ちょっと待って、やばい、ちょっと、もうやばい、HP やばい。ちょっと待って、はい、ということでコンティニューします。もうこれちょっと難しいですって。ちょっと待って、もう本当にこれ、どこに敵がいるんだ。さっきのちょっと危険状態だったからですね、それもちょっとまたあると思いますが、ちょっとスタミナ回復したい。なんか動物いないの、どっかに。動物、蛇でも鳥でも何でもいいから、ちょっと食べなきゃ多分持たない。ほら、お腹めっちゃ空いてる。めっちゃお腹グーって言ってるもん。さて、ここかにいないかな。なんか蛇でもカエルでもなんかいたら嬉しいんですけど、こっちでいいのかな、来る方向は。合ってますかね。無線で聞いてみましょうか。こっちで大丈夫なのかな、ちょっと不安だから。誰に言ったらいいのかな。はい、この人に言えばいいの。廃工場に到着したようだな。はいはいはい。ああ、
これからアダムと接触する。頼んだ。で、彼はどこにいるんだ。詳細な接触地点は伝えられていない。ああ、なるほど。接触時刻は？指定はない。人相は？不明だ。あららら。それでどうやって見つけろって言うんだ。確かに。その必要はない。え？向こうが君を見つけるそうだ。なるほど。ソコロフがいた北東の部屋へ行ってみてはどうだ。あ、はい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 、はい、アダムがいるかもしれんぞ。了解しました。OK です。ソコロフさんがいたのは確かこっちですね。この確か、はい、はしごを登って、ここに確かはしごがありますよね。はいはい、登っての、お腹めっちゃ空いてる。で、ここに、はい、ほい、これでどうだ、誰かいる、ここ、はい、ん、いない、ここになんか、あれ、なんで、まあ、ここに来ればいいんじゃないですか、なんでだろう、いない、あれ、なんだ、ムービーですかね。あ、ムービーですね。いや、夜もうめっちゃびっくりですよ、本当に。もうどこがどこだか全然わかんない。うお、びくしゃ。何？何？少し遅れたかしら。お、誰がいる？エンジンを切れ。聞かれる。あなたが西側のエージェント。お前がアダムか。男だと思ってた。ああ、女の方ですね。え？アダムが来られなくなった。愛国者は、愛国者は、答えろ。なに、なに、めっちゃ敵がいる。はめられた。うそ、伏せて。はい。おおおおおお、さっと。これが合言葉の答え。なるほど。仲間という感じですかね。いやー、にしても怖かった。もう早速またコンティニューになりましたからね。もう本当に。おっと、ちょっとこれは大丈夫ですかね。これはこれ大丈夫なのかな。あー、大丈夫じゃないかな。エヴァさんですね。はいはい、ダメですね、これは。はい。さてさて、ここからどう進むんでしょうか。計画と違う。アダムはどうした。あなたのコードネームは？俺はスネークだ。スネーク？ヘビね。私はエヴァ。誘惑してみる？確かアダムとエヴァがいるって言ってましたけどね。アダムはどうした。ボルギン大佐は用心深いわ。アダムは適任でないと判断されたの。君なら適任なのか。ええ。どうして。彼にはできないことができるから。 NSA の暗号解読員だったと聞いたが。そう、4年前にアダムと一緒にソ連へ亡命したの。なるほど。ブルームハンドル、モーゼルミリタリーとはな。火力があるからバイク乗りには重宝するの。銃を横に構えてマズルジャンプで水平に投げ打つあの打ち方、見事だった。西にはないやり方でしょ。コピー品だな。ええ、中国の17型拳銃。ここじゃこれでも高級品なのよ。大丈夫。銃のことについてはよくわかりませんからね。全然。
45か。これでやっと武器が手に入りますね。これは何ですか？気に入った？鏡のように磨き上げたフィーディングランプ、強化スライドだ。めっちゃ興奮してますけど。さらに、これをタイトにして精度を上げてある。サイトシステムもオリジナル、サムセーフティも指をかけやすく延長してある。トリガーも滑り止めグルーブのついたロングタイプだ。リングハンマーにハイグリップ用に付け根を削り込んだトリガーがある。めっちゃ言ってますね。それだけじゃない。ほぼ全てのパーツが入念に吟味されカスタムされてる。めっちゃ嬉しそう。なるほど、いい銃ってことですね。これほどのものをどこで手に入れた？西側兵器の保管庫から持ってきたの。元はそっちの将校のものだったんでしょうね。他にもあるわよ。これはあなたが持ち込んだものでしょ。あとこれも。なんだ？ん？科学者に変装するための服よ。なるほど。変装？科学者の服ということですね。そう。ソコロフを助けたいんでしょ。ソコロフは無事なんだ。ええ、引き続きシャゴホットを作らされてる。どこで？研究所よ。最新兵器を研究するために科学者たちが集められているの。警備は厳重よ。だけど科学者に変装すれば潜り込める。なるほどなるほど。科学者になって入るってことですね。それはあなた次第ね。研究所へのルートを教えてくれ。一番安全なのは裏側から侵入するルート。裏側。まずはここからジャングルを北に向かって。はいはいはい。物資搬送用のヘリポートに出るわ。北に向かうんですね。ヘリポートを越えて北へ行けば大きなクレバスがあるの。そこを降りれば洞窟に入れる。はあ、ははあ、洞窟を抜ければマングローブの林へ出るわ。はいはいはい。そのままマングローブを進んでいくと倉庫があるの。倉庫に入って中を通り抜ければ研究所のすぐ南に出る。なるほど。ということは北に行って洞窟に行ってマングローブを抜けて倉庫に行って工場に行くって感じですね。わかりました。近接戦闘ではハンドガンよりもナイフが有利な場合もある。こうしておけばナイフを握ったままハンドガンを確実に構えることができる。もうかっこいい。発砲とナイフファイトを瞬時に切り替えることができるんだ。なるほど。よし、北に向かおう。ちょっと待って。なんだ？疲れてるんでしょ。少し休んだらどう？大丈夫だ。さあでは北に。おっと、大丈夫かな。その体では無理だわ。この先はまだまだジャングルよ。それに夜明けまでまだ1時間あるわ。夜のジャングルをガイドなしに行くのは危険よ。そうですね、さっきめっちゃ迷いましたからね。私は戻らないと長くは開けられないわ。前回前々回ひどかったですからね。もう迷いに迷いまくって挙句の果て死ぬっていうですね。本当にもう大丈夫、無線機で情報を送るわ。それだけか。私の任務はあくまでもあなたへの情報提供よ。不満みたいね。じゃあ少しサービスしてあげる。もっといろ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 危ない。いろいろ夜明けまで見張っててあげるわ。さ、横になって。早く夜明けになってもらわないとですね。もうめっちゃ多分あれです。どうしたの？迷いまくるから早く明るくなってほしいんですけど。信用できるほど君を知らない。どこまで知れば信用できるの？いや、もう誰も信用できない。あら、出たら無線ですね。彼女の言う通りよ。眠った方がいいわ。本当ならまだICU にいる身よ。なるほどなるほど。ゲームをセーブして中断すれば眠ったことに。ほうほうほう。スタミナは自然回復するし、怪我や病気も睡眠時間によって自然治癒する。ああ、なるほどなるほど。傷ついた時や疲れた時は眠るのが一番よ。医療担当としての命令よ。
眠りなさい。いいわね。わかりました。ではでは、セーブをしなきゃいけないということですね。了解です。いやー、それにしても面白いシステムですね。セーブを中断、セーブして中断すると、話が進むということで、ではどうしましょう。まあじゃあ新しいファイルじゃなくて、まあ重ねて大丈夫でしょう。はい、ということでですね、今回は、ちょっと短いかもしれませんが、ここら辺で終わりたいと思います。パート7ですね。パート7ですね。終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。